じゃあちょっと一問だけちょっと向かっていく途中にさ、ちょっとあの芋なぞなぞしていい？なぞなぞでいいですか？今からまあ芋掘りに行くわけですが、はいはい、さつまいもを、いっぱい食べると、こう出てしまうと言われているものってなんだ？あのおなら的なもんじゃないですか？おお、正解。何もひねりがないんですけど、何これ？リアちゃんもやっぱりさつまいもとかいっぱい食べるとやっぱ出ちゃったりする。いや、もう感じたことはないですけど、私は。何ですか？元話題なんてあるでしょ、だって。確かに、ね、芋にまつわる話題なんて元は。はい。なんでそのお芋が排泄物になる過程の話しなきゃいけないんですか、今。排泄物になる前の話したかったってことね。なんか料理のお芋料理の話とかした方がいいんじゃないですか。ああ、確かに確かに。さつまいもじゃあ料理で言ったらさ、はい、そのまあいろいろあるじゃん結構。まあ、煮物とかにもさ入れたりするしさ。ああ、美味しいですね。そうそうそう。はい、そうな、何が好きなの、みなちゃん。大学芋ですかね。ああ、やっぱ大学芋も好きなんだ。美味しい。確かにちょっとスイーツっぽい感じもね、あるしね。だってまあさつまいもなわけだ。そうです。そう、大学芋をそのやっぱいっぱい食べると、やっぱなんか出ちゃったり。なんか繋げてこないでくださいよ、その話に。ね、つまんなかったですか、芋料理の話は。はじゃなくて、ね。降りてくれます。ああ、そうか。はじゃなくて。はじゃなくて、へか。へえ、何やめてくださいよ。ごめんなさい。すいません。